さて29日もう夏休み終わっちゃうね。波の音だよな。じゃあいただきます。いただきます。いただきます。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。じゃあ私そろそろ行くから。行くんだ。帰っちゃうんだ。姉ちゃん、夏休み中ついに一度も一緒にご飯食べなかったな。私が食べてる時にお宅がいなかっただけやん。あっちに行ってもお体気をつけてくださいね。あぐらかいて言われ。ちゃんとご飯食べるんだよ。早寝早起き忘れるな。じゃあ最後に父上からどうぞ。風邪ひくんじゃないぞ。いいお父さん。うん、わかった。その後お姉ちゃんは27の時絵本作家としてデビューして、今では時々テレビなんかにも出る存在だ。あ、それすごい。見送った。チョコ食べよう。どうだ、何が出る？パトロールキット出たね、いいね。どこへ行っていいかさ、占ってほしいからね。あ、もうマメちゃんの。お、何やってるの？これなんていうの？ああ、三脚だよ。足が3本で三脚。じゃあ、おっさんは？え？ほら、ボクちゃん、早く並びに来いよ。あ、ちょっと待って。早く来て。ちょっと、声かかってなかったぞ。じゃあ、行くよ。みんなの青春の記念に。何それ？青春って何？お、俺すっげーいいの思いついちまった。何？みんなの夏休みの思い出ってなど。いいねそれ、すごい、思いつかなかったよ。最高だぜ。いいね。じゃあ行くよ。よ、せーの。みんなの夏休みの思い出に。いいね、そういうの。お、最後の一コマだったのか。本当に最後の一コマだったね。お、キミコちゃん、おっとな。というわけで写真も撮ったし気合もバッチリ、各自持ち場につけ。おー、いやいやいや、来なかったらちょっと分かんなかったよ、このイベントね。キミコちゃん、斜め45度の角度。あら、なんで？今日はどこへ？うん、はい。お、じゃあこの中から6。次は3。秘密基地。2は吉田商店夕方。防波堤の昼間。分かった、行く。じゃあ、ありがとう、まめちゃん。
真ね。来週くらいまでは。でもね、なかなか子供の時の記憶ってさ、大人になるとこううろ覚えになっちゃってるところもあるからさ、当時の写真を見たり物を見たりするとさ、また思い出したりするよね。で、気がつけばさ、モンチョコがさ、もうあと1個じゃない？これほら、あと1個だ、28。そうすればコンプリートだ。出てくれ、頼むぜ。あ、釣りじゃない、釣りじゃない、日記を書きたいの。はい、29日。さようなら漫画姉ちゃん、さようなら漫画姉ちゃん、今度会うとき、漫画姉ちゃん、さようなら。そう、レア。よし、向かおう。防波堤だね、昼間の防波堤。お、何君たちは。こんにちは、いらっしゃい。どうも。ないや、まとめて入ってたんだ。はい、毎度。どうも。で、あそこだね、防波堤に行こう。自転車借りて。もう夏が本当終わるな。個人的にはね、俺的にはもうずっと夏があってもいいぐらいだ。あれ、なんかいねえぞ。どうした？なんでいないじゃん。閉まってんだ。よし、ゴー。よーし、来たよ。誰かいるかな。いた、おじちゃんやってんだ。おじちゃん、よし、おじちゃんどうした、このところで。ちね、じゃあね。あとは今度は姫のところ家か。速報誌を聞くともう夏の終わりだなって思う。ありがとうね、自転車借りときました。よし、姫の家に行こう。あ、Lボタンで虫かご一発で開けるんだ。今頃気づいたってやつ。行くよ。さあ、こんなところにあったよ。ほら、よし、行くぞ。
誰かいるよ。郵便屋のおっちゃんだ。なんかうまいこと言ったような形だけど。設計だったんだろうよ。全部きれいに流れてしまってません。このヒゲさんはうまいこと言ったね。あ、抜けらんねえんだ。はい、最高。次は吉田商店。夕方、夜だからまだ時間があるんだよな。虫がいるかね。少しでも多くの虫を捕まえておきたいもんね。神社のところ行って、理想でいないっていう。おそらくさ、タイマーの設定の時間で早くしておけばあっという間にするじゃん。そうしておけば多分このあれだよね、この時間過ぎるのがあっという間に過ぎるってこと。ほらほら、時計の針が早いもん。とりあえず4時からここを見たいから、ここを見ながら帰る。1分ずつ進んでる。OK。で、時間の進むのを遅くして、それで帰って吉田商店の前へ行けばいい。ニューはないね。ニューはないな。なさそうだね、ニューは。吉田商店のとこ行こう。一応
う少しだよ、頑張れ。ここ、あ、こっちか。ちょうどご飯前に帰ってこられたな。おいちゃんが釣りしてるよ、あそこで、防波堤の上で。お、みんなまた集まってる。もう夏の海も終わりだな。でも今年の夏はいろんな意味で暑かったぜ。うん、製鉄所の煙、今日はずいぶんまっすぐ登ってるね。風がないんだね。うん、どこへ行けば。明日はね、明日聞くよ。ありがとう。太陽、宇宙飛行士か。こんにちは、いらっしゃい。マイカ、はい、毎度あり。いい曲だな。この中で食べちゃうからね。何が出るかな。ザ・ひまわり。青春だね。ばあちゃんご飯かい。ばあちゃん生きてるかって。ご飯だよ、ご飯。よっしゃ、じゃあ食べよう。いただきます。いただきます。いただきます。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。DJ アッキーのファンキーラディオ。さあといったわけで今日も最高の放送をしてみんなにアッキーをプレゼントしちゃうぜ。どうかな。ということでこの番組は両親の仕送りが止められたので食費を切り詰めて浮いた分でギリギリでお送りします。イエーイ。それではファンキーラディオスタート。歯磨きしておじちゃんとお風呂。ということで始まりましたけれども、最近は大物カップルが続々と誕生してますよね。いやびっくり、そして羨ましい。さあ君も早くいい人見つけて結婚したいな。よし、オッケー。いつも今度は3度目になっちゃうんですけどね。まあ昨日と同じ話か。教えてアッキーなんですけども、このコーナーはアッキーの今がわかるアッキーに関する問題を出題します。今日の問題は、アッキーが今一番大切にしている宝物は。アッキーが今一番大切にしている宝物はということで、みんなアッキーファンだからもちろんわかるよね。どしどしファックスの方送ってください。ということでまずは、そうだ、ばあちゃんの昨日の話、明日来いっつってたよね。水着と波と海に、なんだよ、また明日なの？
ちゃんのお勤めやりたいからな。そうだ、吉田商店の夜。こんにちは、いらっしゃい。さゆりさん若いイメージがあるけどさ。はい、毎度あり。75号に会いに行くか。出てこい、75号。こんな会話で終わりかい。さあ、お勤めやろう。アッキーが今一番大切にしている宝物は防虫剤。防虫剤名前ちょっとね不正解なんですけども、防虫剤あるでしょ。最後の明日とか今もらえるかな。明日30日だから実質上最後だね。 DJ アッキーのファンキーレディオ。さあ、ビッタグで今日も最高の放送をしてみんなに熱い時間をプレゼントしようぜ。この番組は両親の仕送りが止められたので食費を切り詰めて浮いた分でギリギリでお送りします。イエーイ。それではファンキーレディオスタート。じゃあということで始まりましたけれども、最近は大物カップルが続々と誕生してますよね。いやー、びっくり、そして羨ましい。さっきも早くいい人見つけて結婚したいなと言っても今度は3度目になっちゃうんですけどもね。トイレトイレ、こんなで参りましょう。何気にちょっと時間ないかも。教えてアッキーなんですけども、このコーナーはアッキーの今がわかるアッキーに関する問題を出題します。今日の問題はアッキーが今一番大切にしている宝物は、アッキーが今一番大切にしている宝物はということで、みんなアッキーファンだからもちろんわかるよね。どしどしファックスの方送ってください。ということで、まずは曲からいきましょう。今年のヒットナンバーから、渡辺歌子で水着と波と海面。そんなことされない。怪しい。よし、 OK。 エニッケ、さあ書いて寝よう。おやすみ。明日がラストナイトか。ちょっと寂しいね。